というわけで、今日、紹介するのは、ツインタイプの補助軸ですね。これ僕が前、紹介した補助軸なんですけど、皆さん、使ってますよとかね、動画見て買いましたって、便利ですって言ってくださる方が多い中ですね、新しい補助軸見つけたんで紹介したいと思います。ツインタイプですね。どうなるか、どんな感じなのか、同じメーカーなんですね、靴は。これも靴はっていうとこなんですけど、あ、これ。名前あるシールが、今時ね、もう、文房具に全部名前を書くらしいですね、小学生ね。お母さん大変。まあ、要するに、ツインになってるんですよ、ツインに。それだけの話ですよ。ツインだから、便利じゃないのって話よ。あ、ほら、もう全然、閉めたら、はいです。ガチガチです。で、同じ、まあ、系統ですね。グラデーション、つけるときとか、同じ系統の鉛筆刺しとくと便利だと思いますよ。うん、硬い。全然。しょぼいやつだと、ここが締めても動くんだよ。あ、全然もう、いいと思います。まあ、使い方としては本当同じ系統のやつを入れとくと、使いやすいと思います。うん。非常に便利です。今日は、ツインタイプの補助軸ですね。紹介しました。よろしければ参考にしてみてください。こんな感じでした。